和田剛の人的保障で、ネット上が大炎上する。終わってる。衝撃的なニュース。西武からソフトバンクに入団した、山川選手の人的保障として、和田剛選手が選ばれた。先発としてチームを支えてきた功労者の選択と、彼をプロテクトしなかった球団への不満が爆発している。これは功労者に対してあまりにもひどすぎる。精神的にしんどそう。先発が問題なのにプロテクトしてない球団マジでアホすぎるだろ。悲しすぎるって。もう終わりだよ、この球団。西武も思い切ったことするな、やっぱ年齢なのか。これあかんだろ。中日より終わってるな。ホークスファンの気持ち考えると。これホークスの弱体化を狙ったやろ。ホークスのフロントさんは正気なんですか？岩瀬式プロテクトをやろうとしたんだろうけど。ありがとう、岩瀬。現在、動画を一緒に作成してくださる方を募集中です。報酬もしっかりとお支払いするので、興味のある方は当チャンネル、X の DM までお気軽に連絡ください。